はい、これはですね、ハマーの H2 ですね。米ゼネラルモーター社のハマー H2。 ハマーの原型はアメリカ軍の兵士からハンビーの愛称でしたけど、で、AM ゼネラル社製の HNNY 多目的、車両で、この軍用車ハンビーを1993年に一般向け車両としたのがハマー H1H2 はこの H1 の DNA を継承し、本格的クロスカントリー4人機動車の中でも群を抜く高い悪路走行性を持ちながら、乗用車としての快適性も重ね備えたフルサイズ SUV で、2メートル超の幅広のスクエアボディ、ほぼ直立したフロントガラス、切り立ったボディサイドパドルは力強さと見え張りを合わせ、たる類を見ない存在感を主張。320馬力、5200回転の最大出力、49.8kg、4000回転の最大トルクを発生する。 VORTEC6L V 型8気筒1エンジンを搭載し、4速オートマチックに2スピード電子制御フルタイムフォーダブルシステムを採用、最低地上高257mを実現させるフロント独立サスペンション、ポーションバーとリアに5リンクサスペンション、それに 315m ワイルドタイヤ &17インチアルミを履く。本革パワーシートを前席に3人掛けるセカンドシート、組み込み式シートベルトを備えた1人用サードシートの3列シートレアと、不正なキーでエンジンを作動しようとすると燃料補給を遮断し、作動不良とする盗難防止、PASS、IOC ロックを設置、下り反動のみの設定となっています。で、これが、786万円です。まあ結構高いと思いますね。で、これ聞いた話は、リッターが5ぐらいしか知らないっていうね。リッター5ってどんだけ燃費悪いんだろう。リッターが5しか知らないですね。で、これが、2003年の2月に、出たらしいですね。ハマーの H2、ハマーは H1、H2、H3 というのがありますね。でハマーって会社はもちろん軍用車として有名だし、でその軍用車を使ってハマーを出せって言ってるからが、まあまあ皆さんご存知のアメリカのね、まあ元俳優さんのアルドシュワルツネッカーさんね、シュワさんですね、要するにターミネーターとか、ターミネーター2かなんかで活躍した、シュワさんですよ。で、シワちゃんが、要するに、アメリカの州の知事になって、時にね、こう、軍用車、というのを、こう、推進、ハマー、軍用車を推進して、で、軍用車のハマーから、こう、民間向けにも作れないでしょうか、ということでね、やったら、こういうことができたということですね。まあ、その点でいけば、例えば、軍用車から、こういう民間用の車になったっていうのは、まあ、三菱のジープとか、アメリカでいうチェロキーとかね、フォードの、ジープとか、まあ、そういった、車なんかが、有名なのかなというふうに思います。まあ、ランクルなんかもね、そうですね、ランクルもそうだし、まあ、最近三菱のジープからパジェロに変わったのもやっぱりそうなんですが、やはりああいった車っていうのは、まあ四駆ってのは基本的に軍用車が乗り回して、まあ戦前からね、そういうジープっていうのはあることがあったんだけど、特にその戦争での活躍、まあ死肉の話って言ったら死肉の話だけど、戦争での活躍が大いに期待されてたんですね。1940年代頃かな、の時に、アメリカのところのジープとか、あるいはイタリアとかでも、アルファロメオのジープが、まあ、大活躍してたんですね。で、ああいった車が活躍してたんで、あ、これは、まあ、今の日本でいうと自衛隊ですよね。で、そういった、車を、まあ、民間用でも使えないかっていうのがあって、まあ確かに時代的にはもう戦争が終わったからね、もう戦争のためにも使うっていう
ものはある意味なくなり、まあ自衛隊なんかもその自衛隊ってね、日本でも名前が変わって、でこうね、こういう災害とかそういったのが起きた時にそういったところに出動したりとか、あるいはまあ海外とね、まあまあ、最近だと海外に戦争が起きていた時に、まあこれを日本の自衛隊は、海外の戦争にした時にこれを応援しにいつでも駆けつけられるようにするとかね、まああれは、まあ、総理大臣がね、国民が反対しているにもかかわらず強制的にね、もう独裁国家ですね、今の日本ってのは。ね、もう今の日本から残念ながらもう独裁国家なので、国民の言うことなんか無視します。ね、だから何のためにそれこそ選挙で選ばれたんだろうかと思うんだけども、まあ、あの、選挙という立場を利用してね、で、国民の言うことを聞かないという、それがあの腹が痛いという総理大臣ですから。ですから、そういうわけなんですが、まあ、こういうね、まあ、あの車というのが、まあ、誕生したというのは非常にいいなというふうに思います。で内装もこういうふうに、よくできていてですね、でこの上にもこう荷物がこう乗せられるようになっているというのがなかなかですね。でこれはホットビールの、メーカーでして、まあ、ホットビールから、まあ、こういったものが出ているということで、なかなかこういったのもいいなという感じでございます。どうもありがとうございました。